この教を聞きうる人は多し、まことに聞きうくるごとく,ごとくに大難来たれども。おくじ、不毛の人はまれなるなり、うくるは安く、たもつはがたし、去る間、成仏はたもつにあり。 四条金吾殿のご返事。辞教難事のこと。この法華経を聞き受ける人は多いと。しかし、聞き受けた通りに実際に大難が来た時それでも法華経を心に留めて、保ち続け忘れることのない人は、あれで、 あると受けることは優しい安い保つことは難しいそうであるから成仏は保つことにあるんだということですね月々日々に強り給え少しもたゆむ心あらばま頼りうるべし商人ご難事 月々日々に新人を強めていきなさい。少しでもたゆむ心があれば、間がその好きにつけ込んでくるであろう。ということですね。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。すでに登録してくださっている皆様もありがとうございます。では、また次回の動画でお会いしましょう。